武漢地下鉄4号線は、中華人民共和国古北多武漢市鉱山区の武漢、カ社ャ駅から関陽区の黄金口駅を結ぶ武漢地下鉄の路線である。工事は2期を分けて行い、2013年12月28日にて、第1期区間が、第2期区間は2014年12月28日に運営を開始した。ラインカラーは放送緑で、 関陽の美形を描く東大の詩人、蔡の名句、晴れ川歴歴漢陽樹、放送、生成オームスに由来。武漢地下鉄4号線第一期区間が2013年12月28日にて、武将駅から武漢駅まで運営開始した、全15駅は地下にあり、路線距離が16.488キロである。中南路駅に武漢地下鉄2号線との接続路線がある。 武漢地下鉄4号線第2期区間は2014年12月28日に開通。工事は2009年12月30日に開始し、路線は関陽の大門口からトンネルで長江を渡って運営中の第1期区間の武将駅まで行く。第2期区間距離16.85キロであって、その中高下3.2キロ、地下13.5キロがある。 駅は13駅があり、その中高階駅が2駅、地下駅が11駅ある。駅間キロ数の出店4号線の中南路駅と鉱山広場駅は2号線と対面乗り換えである。中南路駅は同一方向で、鉱山広場駅は逆方向である。4号線第一期区間は中国株数電力記者有限講師が生産した B 型車を6両編成で運転している。 将来、第2期区間が運営開始した時点に、新たな車両を使用する予定がある。4号線で使用している B 型車は1号線車両の改良系であり、騒音レベルを下げるために、消音スピーカーを使用している。ありがとうございます。